南アメリカの熱帯雨林アマゾン川周辺の熱帯雨林アフリカの熱帯雨林マレーシアの熱帯雨林世界の熱帯雨林熱帯雨林は年間を通じて温暖で雨量の多い地域に形成される植生またはその地域のことである熱帯高雨林とも呼ばれる植物生態学では熱帯多雨林が正しい名称であるジャングルセルバとも呼ばれるなおジャングルの原理は 熱帯雨林そのものではない。熱帯雨林が形成される条件として、年間2000ミリメートル以上の降水量があること、熱帯にあって、年間を通して温暖であることが挙げられるが、実際にはそれ以外にも様々な条件が組み合わさって形成されている。温帯にも若干似たものが見られる。地域としては、東南アジア、中部アフリカ、中南米などに見られる。 特徴としては生息する生物の多さ、種の多様さが挙げられ、複雑な生態系を形成している。全世界の生物種の半数以上が熱帯雨林に生息しているとも言われる。また、大気中に含まれる酸素の40%は熱帯雨林によって供給されたものと見られている。熱帯雨林に見られる植物の7割が樹木である。これらの樹木は垂直に3から5層からなる。 層構造をしている。最上層には飛び抜けて高い樹木がまばらにあり、これを超高儀層という。その下に樹木の枝葉で覆われた層がある。これらを樹幹と呼び、高さ30から50メートルにも達する。樹幹が集まる上層部を林管と呼ぶ。また、構成樹種が極めて多いのも特徴の一つである。太陽エネルギーをもとに構成される。 生産量の大半が樹冠に集中するため、仮想とは異なる樹冠生態系と呼ばれる得意な生態系を形成している。また、鶴植物や着生植物が多いのもこのような森林の特徴である。これらの植物も樹冠生態系を構成する要素となる。樹冠のもとは1から3層からなる中間層の林間、最下層の林床が形成されている。 熱帯雨林では濃い植生のために日射が遮られ地表付近では下草が成長しにくい。これは人間も含めた大型動物にとっては移動に適した地形となる。これが何らかの理由によって日射量が得られるようになった場合、いわゆるジャングルと呼ばれる低木、ツル植物の豊富な中を歩きにくい植生となる。土壌の発達は良くない。落葉や 腐食の層は、ほとんどない。これは、気温が高くて、分解速度が速いためと、種として、白アリが、落葉を素早く裁断して、自分の巣に持ち込んでしまうからである。地質は、分解速度の速さと多量の香水のために養分が、溶脱してしまい、痩せた酸性の土壌となる。酸化鉄や酸化アルミニウムを多く含むため、酸化鉄の色から赤い色を呈しており、ラトソルと呼ばれる。 養分は土壌に蓄積するのではなく、速い速度で生物感を循環している。そのために、熱帯雨林の土壌は薄く、一旦広い面積で植生を失うと、タウの影響もあって、急速に土壌流出を起こし、砂漠化してしまいやすい。寒気のない熱帯雨林では、樹木は結実する機械に乏しく、栄養を固い樹幹の中や根に集めてしまうため、 樹上で生活する動物にとって、採食は意外にも困難となる。したがって、進化過程で草食から雑食へ変化したり、より採食がしやすい寒気のある土地への移動を促したと考えられている。20世紀に入って以降、熱帯雨林は伐採や農地開発による破壊が進み、急速に減少、劣化してきている。その速度は、 毎秒0.5から0.8ヘクタールにも及び、かつて地表の14%を覆っていたとされる熱帯雨林が現在は6%まで減少し、このペースで減少が続けば40年で地球上から消滅するものと予測されている。それに伴って絶滅する生物種の数は年間5万種にも上るとみられる。森林破壊の原因は地域によって異なるが、世界資源研究所は、 破壊の最大の脅威は木材や紙生産のために行われる商業伐採であり、工業開発、農地や牧草地への転換等がそれに続いていると報告している。また森林が最終的に農地や牧草地、産業植林地などに転換される過程において商業伐採がその最初の段階における役割を果たしているという意味でもその影響は大きい。 国際連合食料農業機関の統計によれば、熱帯雨林が広がる国、地域の森林率は減少傾向にある。ありがとうございます。